不満だってありがとうございます。ちゃんと分け目まで見てくれてるなんて、私の大ファン、大切にします。うん、ん？ DMM で見てたって、ありがとう。今回ねちょっとコロナでやっぱり、あ、劇場行くのやめようかなって思った方たくさんいたと思うんですよね。私のお友達に妊婦さんの子がいて、そうで臨月なんですけど公園見に行きたいって言ってくれたから、友達と一緒に、え、おいでよって言ってたんですけど、ちょっとコロナ増えてきたから大丈夫って話をしてて、そしたらちょっと念のためやめとくって言って、多分そういう方が他にもたくさんいたんじゃないかなって思うんですけど、そんな中 DMM で見守ってくださり本当にありがとうございます。中地さんありがとうございます。クラッカーケーキ食べましたよ。あ、生徒さん質問ありがとうございました。なっちゃんの髪の毛、リコちゃんがリクエストしてくれたんだって。でなっちゃん、あ、ツインテールしようかなって言ってたから、え、やってやって嬉しいっていう話はしてました。福岡コロナ増え、めちゃめちゃ増えましたね。大丈夫ですか皆さん。劇場レスもらえたから幸せすぎただね。もうね、めちゃめちゃ一人一人見ましたありがとうございました。本当に仕事がやばすぎて申し込むことすらできませんでした。大変だよね。ショールーム見てくれてありがとう。明日子供がピーピードーム行くんだけどちょっと心配だな。だって、え、あれですか、明日は千賀さんですね、先発。飛行機で2時間かかるので。だってありがとう。そう、たくさんね、こういろんなねお仕事があったりとか、コロナでっていうのもあって、まあ、来れなかった方も多かったと思うんですけど、たくさんの方に見守られ、今年も当日生誕できて、そう、あ、メンバーの部屋決めた、だって若菜ちゃん決めてくれたって。そう、決めた。あとね、あかりとね、誰だったっけな、なんか聞いてくれた子にはその都度りなちゃんとかも、そっか、そう、ミクちゃん無人島に連れてってくる、うん、ミクリにいたらなんか楽しそうだからそう、よそ見してたからだって当日の生誕さんいいね、やっぱり、うん、楽しかったです。そうそう、リサキちゃんねコロナになっちゃったみたいで、でも、あ、ハンナちゃんとかもそうなんだけど、あの全然多分レッスンにも参加してなくてだったので、あとねメンバーはねみんな、あの本番以外、ツアーの本番以外はあのマスク徹底してるので、濃厚接触とかにはなってないんですけど、そうで、ツアーファイナルから2日ぐらい経ったので、私も体調良好なので大丈夫だったのかなとか思いながら、うん、あ、プレゼント、そうなんです、生誕祭の日にたくさんプレゼント持ってきて、ありがとうございます。本当にお手紙も一緒に入ってて、分かりやすいですね、やっぱりこのなんとかとなんとかを入れましたとか、一緒に選びましたとか、そう書いてくれてて、めちゃめちゃ可愛い、皆さんセンスのいいプレゼントをたくさんいただいて、そうで、生誕祭の時になんか目標みたいなの言ったんですけど、なんか本当にその場で考えて言って、なんかもう何言ってるか分かんなくなっちゃってめっちゃさ途中変なこと言ってたね。サッシーさんとアイちゃんみたいにリコピが HKT を好きだったきっかけだよって言うような存在になりたいです。だからサッシーさんとアイちゃんみたいに、やっぱその人のことが好きで HKT を応援してますみたいなこと入り口になれたらいいなっていう話をしたかったんですけど、そこら辺があの日本語がわからなくなっちゃって、そうそうそう、伝わってるとは思います。そう、あとはあのそう YouTube さ、なんだろう、なんか本当は
その誕生日の日にもうあげたかったんですけど、ちょっとなかなか事務所の方とまだ打ち合わせとかをたくさんしてるからまだ決まってなくて、でもなんかその28歳の目標として先にちょっとちらっと YouTube 始めたいなっていうのは言いたいなって思って、生誕祭で、まあ、みんなが見てくれる生誕祭で言おうと思ってたら、なんかそう生誕祭の冊子みたいなやつに、なんかファンの夢みたいな、リコちゃんのファンの夢はその始球式もう一回リベンジと YouTube でその野球とかコラボとかしてほしいみたいな書いてあって、そう YouTube やってみたいんですよ。そうでもまだちょっと準備が全然整っていないので、挑戦したいっていう風なだけ言ったんですけど、そう YouTube はね、なんか何をなんかそのコンセプトにするかって結構重要じゃないですか。で結構なんか美容系とかファッション系もやってみたくて、私お洋服大好きだから、なんかこうコーディネートとかルックブック的な、知ってます？ルックブックやりたいなみたいな。そうね、なんかはちゃめちゃ系ではないんですけど、なんかそのメイクとかも、まあ、需要あるか分かんないですけどそうで現役中っていうか、まあ、卒業も別に決まってはいないですけど現役のうちはなんかたくさんアイドルっぽいやつとかもしたいなと思ってて、まあ、ただちょっと映せるところが限られてくるので、それもちょっとなんか難しくて、結構そのメンバーを出す出さないとかだと事務所が違うので難しいらしくて、なんかそういうのもうまくやりながらやりたいなっていうのはありますね。うん、楽屋隠し撮りやりたいんだよ本当にそうでもなんかそれ出せるかどうかもわかんないから、一応なんか撮ったりとか企画とか考えたりとかはしたくて、そうなのよ。うん、あ、目の大きさがめちゃめちゃ違う日のメイクとかしたい、やりたい。私本当に目の大きさ全然違くて、あ、マダジンさんチンアナゴのギフトありがとうございますそう、あら、ケイボーさんありがとうございます。ユエルの日常面白い面白そうだ。そう、メンバーと絡んでるようなやつとかも出したいなって思ってるんですけど、まあ、ちょっといろいろもろもろ打ち合わせが必要なので、まだもうちょっとかかっちゃうかな。ちょっとコロナとかで外にこう取りに行けなかったりとかするかもしれないので、わ、ケーキありがとうございます。まだ残ってたケーキがそう、いろいろ考えてはいるので、なんていうのかなそういうその挑戦、新しいなんか Vlog じゃないけど、そういう自分の将来見返して、あ、なんかこの時の自分も人生楽しそうだなって思えるような YouTube にしたい、うん、ただのホームビデオみたいになってももちろんいいと思うし、うん、って感じです。それが目標です。あとは、まあ、基本はやっぱりその福岡でたくさんテレビに出るのが目標なので、はい、かといって東京の方のお仕事もさせていただくこともあるので、あ、くまちゃんありがとうございますね。ニアさんありがとうございます。そう、福岡のことも発信したいんですよね。福岡の例えば屋台とか、屋台でなんか食べ飲みみたいなのとかもやってみたい。お酒系のやつもやってみたいですし、そう、福岡をこう発信していくような感じにしたいなって思ってるんですけど、はい、結構公園ロケやばいあ、タコちゃんありがとうございます
私もあれやりたい、なんか子供ベビーシッターみたいなの やってみたい。そういう企画とか、いろんななんかバラエティーに富んだ YouTube やりたいですね。で、福岡が基本活動拠点なので、そう。あ、推しグッズのペンライト、ステージから見えてた？だって。なんか小さくて見えんちゃうかなと。あ、見えてました。見えてた。うん。あれめっちゃいい。しかもなんか推しグッズ、あのセット全部買ってくれたんだって思ったら、なんか、なんだっけ、ライアンのバッグとかも使ってんのかなとか想像したら、なんかすごい微笑ましい気持ちになります。みたいな感じで、そう、生誕祭で伝えたかったのはそれかな。まあ、あとは、なんか結構皆さんがこう見えてない部分でも、その事務所を移籍したことも、なんかすごい大きいなって思うのを感じたりするので、なんかそれはね、やっぱりその、アイドルグループって、こんな集団だけど、こんなにも、つきっきりで、こう集団で、やることないから、なんか、本当に今を、大切にしたいなっていう思いがありますね。マリアからのお手紙めっちゃ嬉しかった。マリアがなんか3年ぐらい温めたって言ってて。そう。本当に。この前福岡行った時、ライアのバッグで言ってる。ありがとう。嬉しい。結構いっぱい入るよね、あのバッグ。そう、免許も取りたいんですよ。だから YouTube でもそれやりたいし、そう、やりたいこといっぱいあるんですけど、ちょっとまだ自分一人ではあんまり動けないこともたくさんあるので、待っててください。 そう、マネージャーさん、メイクさん、そうだね。なんかこんなにもメイクさんとの距離が近かったりとか、スタッフさんとの距離が近いのって、本当にやっぱり心の支えになるわけですよ。ねえ。本当に。ありがたいですよね。なんか大切にしたいなって思いますね。あ、ギフトありがとうございます。次の曲になっても涙が止まらなくて焦った。ねえ、感動した。本当に。歯の矯正して足りなかったら自分で読みたかった。 そうそうそう。あら、レインボースター大量発生。 ありがとうございます。 そう、だからさ、なんていうのかな、本当に後輩には本当になんかそういう部分をね、忘れないでほしいなっていう、もちろん忘れてるからとかじゃないんですけど、本当になんか今はとても本当に恵まれているし、ありがたい環境にいるんだよっていうのを、やっぱコロナになってもさ、こうしてなんか皆さんとこうお話しできる環境が、まあショールームとかもそうだけど、劇場公演とかも配信とかね、やってたりとかしたから、なんかそういう環境って本当にありがたいなって思うので。あ、すごい、チンアナが大量発生。 ありがとうございます。そうね、そう、なんかね、やっぱりなんていうのかな、後輩ともっとたくさんこう、お話をして。 そう、楽しみたいですね。事務所移籍した方がマネージャーさんとか付きっきりなんか、あ、でもね、ついてくださる案件ももちろんあるんですけど、自分で行く案件もあって、本当にそれは案件次第なんですけど、自分で行く時は本当に、はい、本当に 一人で、そう、やったりとかして、なんかね、ご挨拶するタイミングとか、そう。そう、お挨拶するタイミングとかも良いじゃないですか。そういうのとかも自分でちゃんとできるようになんなきゃなみたいな思って、そう、
あ、オンライン完売かな。8月20日のオンラインが一部完売してました。ありがとうございます。楽しみですね。おしゃべり会も9月の10月かな、最後の部が完売してました。ありがとうございます。夏さん、スイカありがとうございます。事務所が変わって一番の変化は、でも基本は HKT のルールにこうなぞっているのでそんなに変わりはないんですけど、ホームページに写真が載ったりとか周りの方からも言われたりするのが一番変わったかな。ね、あと予定をが送られてくるのがあのマネージャーさんが変わったので、あの事務所の方のマネージャーさんもいらっしゃるので、そのマネージャーさんとかとこういう感じでお仕事したいですみたいな、本当に全部聞いてくれて何でも肯定してくれるすごく優しいあのマネージャーさんです。すごい。ホームページのアーシャ素敵すぎてもう大好きだな。あ、嬉しいありがとうございます。そう、28歳になってからどうですか、エンジョイして。変わんないかも。なんか28歳ってさ、なんかなんだろうね、なんか28歳か、28かって思うんだよね自分でも本当に。コロナのワクチン受けましたよ。3回目、多分普通にメールとかに書いてると思う。お、何これ夏休み後半達成、夏休みなんか出てきた。本当に28ですから優しい人でよかったな優しい、一回り違うなんて考えられ、ゆいゆい初見のゆいゆい、一回り違うの私と。マネージャーはもうヨッピじゃないんだって、元からヨッピじゃないよヨッピはね全体のマネージャーさんだから。そう、でもチーム H のマネージャーさんがあのいなくなっちゃうんです。寂しい。変わるんですよ、こんなさショールームとかであれだけど、私とすごい年が近くて女性の方なんですけど、そうめちゃめちゃ寂しい。コロナかな、だって熱と咳が出るよ、だって。ああかかっちゃってるかもね、もしかしたら。マネージャーの代名詞ヨッピそうだね。そう、でもなんかヨッピはあのツアーが終わった後に LINE をくださって、本当にいろいろ助かったわありがとうみたいな LINE をくださって、優しい。いつもねみんななんか体調の管理とかさいろいろ大変なのにさ、よくさ立ち位置も覚えてさ踊ってさみたいな、偉いよねとか言ってくれますマネージャーさん分かる。でも皆さんもなんか分かった方が安心ですよね、なんか。よっぴ熱い人やそうくれました、優しいですよね。そう、今回いろんなさなんていうの変更とかもあったからさ、そうマリアちゃんが大人になってて嬉しかったね。そうミクリ一人分離れてるのかなそう、誕生日のあの LINE もメンバーがたくさん来ました、ありがとうございます本当に。え、今日ひじりがさなんかさ急にさなんかはっみたいな顔してどっか行ってさ、また戻ってきてさ、これあのおめでとうございますって言って入浴剤とさなんだっけ、なんか足のリラックスのあのなんかやつくれた、すごい体いたわってくれて、いおりちゃんも蒸気でホットアイマスクくれてさめっちゃ体いたわってくれ優しいよね。確かに小雪さんとかかよさんみたいな存在確かになりたいですね。なんか福岡といえばっていうようなタレントさんになるのが私の目標なので、今はこうアイドルグループにいてやっぱ HKT っていう看板をこう背負わせていただいてるじゃないですか、思う存分あの使いたいなって思いますね本当に。 HKT ってだけでえアイドルグループのってこうやっぱりこうなっていただけるじゃないですか、ありがたいことに。
だけど個人の名前ってなると、あーなんかすいません、なんかインスタ調べときますみたいな感じだからさ、ほんとだからまだまだだなって、ちょっとロケとかに最近たくさん行かせていただいてるのですごく思うので、そう福岡で、まず福岡で全力で頑張って、東京のお仕事も全くしないわけではないですけど、もしいただける機会がもうあれば本当にそれはもう行かせていただきたいなって思います。でもやっぱり拠点は福岡にして、福岡で頑張るぞっていう意気込んでさ、なんかどっちかでねやらないと、なんか自分的にもあれかなって思って、うんうん、坂口涼子さんに間違われないところからだな具志堅さん具志堅さんね可愛いよねあ、今週末初めて福岡行きますだって、おすすめあります。あ、じゃあゆかちゃんがいつも言ってる二の二かな、二の二、二の二っていう、二っていうさ数字の漢数字の方あるじゃん、二の二っていう中華料理屋さんなんですけど、そう餃子が美味しいです。焼き餃子がてか全部安くて美味しくて、出てくるのめっちゃ早い。うん、あ、よしふみさん、ばやしさん、スイカありがとうございます。めっちゃ美味しいよ。初めて、え、生誕の日に初めて二の二見た、だって。あ、本当？並んでたのかな。結構並んでるんですよ。並んでる。坂口理子さんですかって聞かれることある。あ、今日それこそ KBC ラジオに行く前に雑貨屋さん見てたんですよ。そしたらなんかすいませんって言われて、私最初さ店員さんに間違えられたんかなと思ったんよ。でなんか私も店員さんじゃないの、なんかはいみたいな感じで対応しちゃって、そしたらリコピですかみたいな言ってくださって、女の子がね。そうで、なんかお母さんも、その子のお母さんも私のこと応援してくださってるみたいで、わ水鉄砲みたいな、ありがとうございます、そうくださってるみたいで、話しかけてくれて、生誕祭もなんか誕生日もおめでとうございますって言ってくれてそう大好きですって言ってくれました。そう嬉しいですね。でもなかなか会えない方からすると、まあずるいって思うかもしれないんですけど、大学生ぐらいかな、か社会人ぐらいの、同い年、いやでも年下に見えたけどな。そう、え、ナンバにも二の二あることにこの間知った。あ、そうなの。いいじゃん。あ、石竹半さん、水鉄砲ありがとうございます。森崎さやちゃんにも大好きって言われたみたいなさやちゃん可愛いよねメンバーの目撃されてるやん。ちびちゃん声かけていいんですか、だって。そう、あ、見て、ほら今日声かけたものです、だってほらすごい。あ、サンバヤシさんケーキありがとうございます。すごい。あ、ピーだね、ピーのなんか分かりやすくなっとる、公式ってついて、公式マークついてるやん、すげえ。リコ誕生日おめでとう。ありがとうありがとうありがとう。すごいよ、今日マジで声かけてくれた人がショールーム見に来てくれたわすごい、クラッカーくれた。 P なんかめっちゃ目立つようになってるやん。私さずっと気づかんくてさ、いつもさもうとか言ってさ、そうショールームにも公式マークあるんや、さすがアンバサダーやね、すごい地元で有名人見たことある、だって。へえ、ないかな。でもなんか昔ピスタチオさんを渋谷で見かけたんですよ。東京にお仕事で行った時、握手会の時かな、で美容室行く時に見かけたんですよ。でそれ私普通になんかミーハーだから、え、ミラーボールありがとうございます、ミラーボールの守護神ちょっとなんか遅れかけた。あ、ジュウさんもありがとうございます。あら、なんか急に何ミラーボールが。あ、そうで、普通にめっちゃ初期の頃、本当に8年前ぐらいにドゥルルドゥンドゥン、そうピスタチオさん見かけて感動しちゃって、本当にミーハーだから、あ、ミラーボールまたありがとうございます
ミーハーだからメールに書いちゃったんですよ。そしたら非常に来て、なんかその芸能人さんのプライベートを見る、その書くのはやめてくださいみたいな。そうだよね。その距離でコメント見えるのほんとすごい。え、私がなんでいつも近づいとる。走り人さん、警棒さん、ありがとうございます。なおちゃんのお店、あ、見たわ。エステサロンみたいなサロン、すごいですよね、ほんと。そう、秘書に来た。そういうのあるよね、本当に。こんばんは、だって古川さんだ。古川さん P いますよ。うん、秘書に案件、そう、秘書に来た。秘書に来たと思ってパッて見たら、なんかそのような、なんかプライベートの内容はやめてくださいみたいな、ちゃんと止めてくれたスタッフさん。目悪すぎてコメント見えない P だって。そうなん、え、ミラーボール守護神になる。今日もミラーボールがいっぱい。そう、理由を教えてくれる。映り込んでますとかね。そう。ねえ。今年北条屋、そう、今年北条屋あるらしいね。行きたいけど、行けるかな。なんか、あんまりコロナが怖いな、でも。最近も秘書人来た、だって。来てないです。来たらわかる。最近秘書人来たのは何だろうな。でも本当にちゃんと見てくれるからありがたいです。本当5時とか、なんかその、例えば共演した方の名前、お名前とかを間違えてたら、なんかこの前ね、トランジット新田さんと一緒にロケ行ったじゃないですか。行ったんですよ、大人なテレビで。それで昔画像が不適切って秘書人来たの、未だに謎。あるよね、画像が不適切あるよね。なんか多分着替えてるところとか映ってたりとかしたら秘書人来ます、画像が不適切。そうで、トランジット新田さん、トランジット新田さんっていう、その全部ひらがななんですよ。トランジット新田さんと、なんかロケ行ってきましたみたいなメール送ったんですけど、秘書人来て、なんか名前が間違ってってますみたいな教えてくれたんですよ。あ、ミラーボールありがとうございます。そう、秘書に来て名前が間違ってますと思って、えっと思って、え、待って待って、え、だって、え、ひらがなじゃん、トランジット新田さんって思ったら、トランジットあたらさんになっててってなって、危ない危ないと思って、新田さんがあたらさんになってた。秘書にメール来ました。パッと見わかんないじゃないですか、なんか。そう、そのチェック体制で送られてくるメール、めっちゃ安心しながら見れる。え、そうだよ、本当に。そう。しっかりモバメの内容めっちゃ見られてる。ちゃんと。この前さ、なんかメンテナンスっていうかさ、あれでしたよね。サーバー、あれしてましたよね。そう。めっちゃチェックしてくれるんだ。あたらさん、そう。新田さんに今度その話しよう。もはや間違い探し。すごいよね、ほんと。すごい。チェックしてくれてる。一日メール来ないだけで寂しい、だって。あ、撮ってくれてんだよね。ありがとうね、ほんとに。そう、あの日送れなかったもんね。そう。明日、新田さんいないから。明日、新田さんいないよね。わ。古川さん、やば、写真喜んでくれた皆さんありがとうございます。劇場でのお声掛けも全然大丈夫ですよ。すみません、あのファンミーティング開くのやめてもらっていいですか、私のショールームで。ファンミーティング開かれちゃってるんですけど。あ、ハートありがとうございます。魔術師さんありがとうございます。古川さんのファンミーティング、いや、写真本当にめちゃめちゃたくさん保存しちゃいました、私。本当になんか、ああいうのってほんと思い出になりますよね。え、危ない危ない危ない。危ない危ない、今、パジャドラのユニット開くとこ。うわ、やばい、ミラボの守護神が今日もミラーボールをたくさん送ってくれてる。いいの？ほんとにいいの？ 500 円もするんだよ、1個。大丈夫なの？送っちゃって。ねえ。大丈夫？いっぱい送ってるけど。たくさんね。あのケーキを危な、気をつけてね、落とさないの気をつけてねって言われてる時の写真とかめっちゃ保存しました。
あとツアーファイナルのね、ツアーファイナルのあれもめっちゃいい写真ばっかりで、そう、あ、そう、ピーとさ、加賀さんがさ、なんかさ、誕生日ってか、なんか勝手にさ、なんかケーキ出してさ、あの歌われてたよね。私祝ってくれたの、ありがとうございます。あ、ケイボーさんもビラボールありがとうございます。すごいんですよ、このあのショールーム、私のルームはミラーボールがさ、すごいさ、そうそうそう昔メルちゃんケーキ投げてた記憶だやばすぎ。あ、古川さん水鉄砲来た、水に流すってハッチーさんありがとうございます。ミラーボール、そう、ミラーボール率高いです。亀子さんの写真全部可愛かったね。多分可愛い写真しか、あの多分自己画とかいっぱいあると思うけど、可愛い写真しか載せないでくれてるんだと思うね。え、ありがとうございます。本当に素敵な写真ばかりでさ、本当ありがとうございますディスコ状態、やばい、ミラボの守護神は張り合っちゃってるよ、張り合っちゃってる。そう、うん、ミラハラルームやばい、レーニアさんもありがとうございます。みんな、なんでそんな古川さんってリコちゃんのショールームにいつもいるイメージだってえ、メンバーのいっぱい見てくれてるんですよねでもユエルのことが好きなんですよ、私は知ってる。ユエルが好きなんでしょでいじられるのもセットですよねいやーん、亀子さんやってみたい、だって、やってほしい、久しぶりに自分もカメラ触りたいと思った、だって嬉しい、公園のリコちゃんが一番輝いてるなと改めて思った生徒の、あー嬉しい、ありがとう、本当にユエルが好きなの有名だもんね。そうそうそう、実際ファンの人が推し編したら気づく、だって気づくよ、めっちゃ気づく、あれいつの間にかなんか、あ、なんか何期生のうちは持ってんなみたいなでもなんかちゃんと自分のうちは持ってたりすると、あ、推し名増えたんだ、なんか嬉しいなって思うけど、完全に推し編っていうのはでも、あ、あるかな、普通にあるかもね。でも本当、あ、私には何か足りなかったんだなって思ってそんな引き止めたりはしないうん、なんか HKT のファンでいてくれたら別にいいかって思っちゃう感じ、うん、いやいやい押し増しならよき、そうそう、気づくよ、普通に。亀子歴2ヶ月だって、すごい、2ヶ月昔推し編してないのにもう来ないかと思ったって言われたことあるんだってHKT 特有のわちゃわちゃ感をリコピが率先して作ってる感じ、ありがとうございます。なんかね、ダンスの先生とかがよくなんかもっと飛んでとか、もっとステップ踏んでみたいな言ってくれるんですよね、そのレッスンしてる時に。なんかそういうのってなんか頑張ろうと思うじゃないですか。だから公演中とかもなんかホワイトデーのイントロがあそこちょっと、そのホワイトデーオケラ、あ、違う、毒蜘蛛オケラホワイトデーじゃないですか。で毒蜘蛛大人っぽい、オケラもちょっと格好つけ系で、ホワイトで可愛くて明るいから、そこから急にこう明るさをこうプラスしたいんですよ。だからイントロでドゥ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 みたいな、どんどん明るくなっていくじゃないですか。だからイントロをめちゃめちゃバンって明るく楽しく可愛くしたいなって思うから、なんかそこね、そういう風にしようねみたいな声かけてて、でも忘れちゃうじゃないですか、反省会で言ったこととかって。だからそのイントロで言ってます、元気よく元気よくって、そう元気よく跳ねて跳ねてとか言ってやってます。リコちゃん倒したけど現場には行けてません、ショールーム来てくれてるやん、ありがとう。そう、
一番若く見える。嬉しい、ありがとうございます。そうわありがとうございます。ギフト、なんか泡のブクブクみたいな。そうだから先生みたいに、そう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 、ポイントです。それはありがとうございます。あの三脚は撮影も大変です。確かに大変ですよね。あ、S かわいいの HKT スペシャルのリコちゃんどんな感じですか？私はですね、エクササイズっていうか筋トレというか紹介してます。なんかスタイルの維持する方法みたいなのの枠です私は。うん、リコピは和田さんみたいに見た感じよりも5、6歳若く見えます。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。本当に和田さんグッズたくさん届いたんですよ。見せたいけど、でもあれですね、そう、あの全部受け取りました。ありがとうございます。本当にラチェのツインテリアやばかったです。可愛かった、本当に。8月3日発売です。いつかわいい、買ってください。ぜひぜひぜひ。スタイル部門、スタイル部門ではないかな、分からんけどエクササイズみたいな、うん。日曜日ホークス先発を渡さん、そうなの、日曜日。うわー、ニコ生、ニコ生夏祭りの日じゃない？マジかー、見に行きたかったなー。ニコ生夕方かなとか言って、夕方かな、ニコ生は日曜日でゲーム1時からか。ニコ生何時からだ行こうとすな行こうとすなって。パッパッパ、あ、これか、ニコ生。4時からじゃない？ 4 時から23時、1時から234。あー、ギリダメか、ギリ間に合わんか、無理やな、やばい、待機しちゃった、ニコ生無理やね、行ってそうだって。行けるかな、うん、4時から夕方、行けるかな、行きたいな。高ポイントが溜まってるんで、この前の高祭もそれで見に行きました、高ポイントで、ね、あれ高フォトやりたいんですよね。職場放棄あかんすよ、だって。21時から、そうなの、あ、4時から23時の、そっか、でもちょっとリハとかあれがあるよね。明日はりさきちゃん変わってあーちゃん、そう、あかりが出ます。あかりが今日言ってた、今日パジャドラのレッスンしたんですけど、そう、パジャドラ始まるんですよ。やばくない？やばいよね、楽しみ。ユニットなんだと思います予想できるかな、みんな。多分ね、あの、おーってなると思う。明日の社服？あ、そう、あかりが出るんだよ。そう、あかりが今日なんか、その明日は社服出ることになりましたみたいに言ってて、なんかトヨさんもいるしリコちゃんもいるしみたいな言ってた。パジャドラめっちゃだ、パジャドラめ、天使の尻尾っていうのやめてもらってもいいですか？じゃあどうすんの、本当に天使の尻尾だったら。スイフが復活してるかみんな気になってると思う。だって、うわ、言わんどこ、絶対言わんどこ、絶対言いたくない、絶対に言わん。スイフとか懐かしいよね、メロンジュースかスイフか、どっちでしょう、分からんよ。 B さん振るかもしれんあの当時メロンジュース、あれシングルだったから多分入れてたね。必殺テレポートのさ、必殺のさ、必殺技のとこ楽しみなんで、古川さんそこ取ってください。必殺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 って、尻尾やったら20枚アップするわ言いましたね、取ってくださいよ100枚ぐらい取ってくださいね、そのうちの20枚ぐらいアップしてください。そう水鉄砲ありがとうございます。
リコちゃんのユニットジャンヌダルクな気がしてアイトの天使の尻尾手骨もの涙うわーでも手骨もあるなんてマジ本当にスイフ復活しておるやろだってわあち言わんどこスイフかメロンジュースか天使の尻尾ですこれで私が自己紹介1列目にいなかったら察してくださいだいたいさなんかさあのどの公演もさ自己紹介 MC でさおってなるよね、まあ、わざと1列目に行こうかな天使の尻尾だけやってないんだよね絶対やる絶対やってやるから本当に本当に一列目に待機対戦めちゃめちゃ早着替えかもしれんよそうよめっちゃ早着替えかもしれんよ3列目とかにおっても途中で履けるかも2列目でも天使の尻尾の可能性あるからね、うん、あー2人乗りの自転車とか声でそうなるなんてまあマジでいいですよね本当にうー1列目に行ったらユニットたくさん自撮りできるやない確かにレジスタンスめっちゃ自撮りしたもんなたどりもしたし初期面のラブタンポジアイちゃんポジどうでしょう天使の尻尾足のシノの懐かしいねユウカとかあユウカパジャドラかわあおーいいねいいねレジスタンスもっと乗せてくださいなんかさあれん二ケツチャレって呼んであ二人乗りの自転車二ケツチャレって呼んでたマネージャーさんってまだいるえ誰そうなのウケるリコちゃんの純情主義好きなおーどうでしょうどうげじるん二ケツチャレやばいえ誰だっけ誰かが言ってたんだよね誰だっけレジスタンスのダンス一番綺麗でただ前日に頑張っても前日かそう大人テレビのロケの帰り長崎から車で帰ったんですけどその時に車の中でちょっと覚えてでも眠くて寝ちゃってで配信して次の日の朝やって起きてからやってギリギリでもやったことあるからめっちゃ普通に覚えれましたわっしょい B の代わりに HKT ファミリーやってほしいだねよっしゃ HKT ですよでもうんでもねHKT よっしゃーってで BBB ってチーム B の B ポーズ BBB だったんですけどその当時HKT よっしゃーってやってたんですよそれがなんと今回新しくおしゃれになってますから絶対見てくださいそこおーおーおーって普通になんかおーおーってなります逆にそうなってたんやっていうさっきから天使の尻尾ってワードが飛び交ってるけど俺のことだってどういうことどういうこと天使の尻尾どうするそう研究生レッツゴーやばいねレッツゴー研究生マジかだってえ楽しみだってマジで絶対見てください本当に見てください本当にそうです前と変わってるとことか楽しみだでも前と変わってまあそれぐらいかあとはメロンジュースかスイフか何なのかそうですねなんか懐かしいねなんかメロンジュースっぽいあの T シャツだったじゃないですかピンクとか黄色ピンク黄色緑青の T シャツ着てたけど今回多分 T シャツも新しくなるのかなどうなんだろうみんななんか公園の T シャツとかってさ販売したりするイメージありますよねどうだパジャドラはコールしたい曲が多いんだよねわかるパジャマドライブとかさ、めっちゃいいよね。やばい。ギータのオールスターレフトにホームラン見ましたか？あれですよね、清宮選手のバット。すごい。
キスして損しちゃった。坂口くんが聞きたいだって。あはは、誰か言ってくれんかな。私はもしその担当になったら言うの決めてるんです。決めてます。私がもし担当になったらトムヤムくんっていいよって思って、でもちょっとふざけすぎて怒られるかなって思って、まだちょっと迷ってるんですけど、で2番は呼び捨てしなきゃいけないんでトムヤムになるんですよ。でちょっとそれがトムヤムくん業界にやっぱ一回問い合わせなきゃいけないから、ちょっと時間かかるかなって思ってちょっと迷ってます。できるかどうかわかんないんですけど、楽しみですね。ねえ楽しみ。本当8月中に4と5以外にもまだたくさんあるのかな、わかんないね。どうだろうね、どうだろうどうだろう。8月の後半出てないもんね、スケジュールね。どう、磯野くんって叫んだ磯野なんかゆかちゃんが誰かがなんかローソンさんの関係者の方が見に来てたらしくて、唐揚げくんって言ったらしいですよ、誰かゆかちゃんなのかな、ゆかちゃんが言ったのかな、その話をゆかちゃんがしてた夏祭り公演今年あるのかな、どうだろうどうだろう。下野のテンションいいね。下野ふざけすぎやろ怒られる怒られるあ予定こじ開けてラスケにしてでも行きたいだラスケねリスケみたいに言うじゃないですかそうパジャマドライブ博多弁だとん HKT だと博多弁で歌ってる。え何がパジャマドライブ、いや歌ってないかもね。博多弁なのは君のことが好きやけんしかないかな。あとね、あのガーター公演でゆいがセリフみたいなやったのは博多弁だった。あれ逃避行で逃避行パジャマドライブのために梅本泉ちゃん来ないかな。うわ懐かしい。下野お誕生日おめでとう逃避行懐かしいやろあったね、あれ博多弁やったよね確か。ゆい、私ね小池を博多弁でやりたい。知ってます小池って AKB チーム A さんの誰かのために公演かなの小池っていう曲あるんですけど、そう小池やりたいんです。小池の山田奈々さんもそのポジションやってたんですけど、あそこを博多弁でやりたいです。初見の方ゆうきさん誕生日おめでとうだってありがとうございます。小池やりたい。そうコンビニでガリガリ君買ってた。コンビニのレジに並ぶ見覚えのある横顔ねえやりたいよね。年長メンバーのための楽曲、そうそうだから山田奈々さんがやってたよね NMB さんのチームエールの誰かのために公演で、誰かのために公演めっちゃ好きなんですよね。でも今さかなりさチーム公演やってたじゃない。だって最初はさパーティーが始まるでしょ、チーム A さんでしょA さんだってあとあれ青春ガールズ公演もやったことあるし、 SK さんの手をつなげなんか公演も出たことあるし、あとは最終ベルカなるシアターの女神公演、誘惑のガーター公演でしょ、でリセット公演、たくさんわーありがとうございますギフトさん付けしなくてもいいよだってありがとうございます初見の方だ、フォローもしてくれた朝ごはんさん、朝ごはんさんだって朝ごはんさんありがとうございます。ギフトすごい、なんか水たまりができてる、すごいありがとうございます。アイドルの夜明け公演やりたい。レディーゴーゴーゴーレディーゴーゴーゴー、あ確か制服の目もそうだ出たことあるしねえ。わミラーボールありがとうございます。手ごねこねげんさん、手ごね手ごねこね、手ごねこねこねげんさんか、手ごねごね、手ごねこねけんさんかと思ってた。手ごねこねこねげんさんやね。アイドルの夜明け確かにね、みんな大人だったガーターやりましょうだって、えいいねやりたいですね。あそうだノーナーパラダス公演忘れてたノーパラ公演もやったね。
ノーパロ公演は、K サードなんで、K セカンド、その精神ガールズ公演のメドレーが入ってるんですよね。K セカンドメドレーが脳内パラダイス公演に入ってて、それで、なんか、そのチーム H 昇格した時に、精神ガールズ公演やったから、だから、そのチーム K さんと逆なんですよね。3を、サードやって、セカンドやるっていう流れだったから、なんか、斬新ですよね。6期生公演やるのかな、研究生公演でもやるか、やるのかな、どうだろうね。確かにノーパラやってほしいな。ノーパラ5期もね、ノーパラだったから、なんかそういう HKT のなんか歴史を紡ぐじゃないけど、ノーパラやってほしい。重力シンパシー公演か、誇りの丘公演、あーいいね。誇りの丘ね、 NGT がやってるよね。やってたのかな、今もやってるのかな、やってたよね。なんとかなんとかなんとかのててみたいな、パチンコの撮影の時に歌いましたよね、誇りの丘。懐かしい。重力シンパシーもいいよね。チームサプライズいいよね。カップリング、カップリングの君はみたいなやつ。パーティー、あ、パーティー公演もいいね。あ、ここてんね。確かにね、NMB さんのイメージあるね。ともよの楽器使うの初めて見たとき感動したのって。めっちゃ大変なの、あれ片付けるの。本当に大変なの。ゆいなちゃんとやすいちゃんの骨骨みたいだって。あーいいね。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。ラスベガスで結婚しようよ。まだちゃん、折り目で。あ、そうだよね。確かに。To be continued。あ、あるね。R20 もやったしね。博多レジェンドもあったしね。博多レジェンドやるっていうのもいいですね。なんかね。衣装あるのかな？どうなんだろう。お誕生日おめでとうだって。ありがとうございます。ダンパめっちゃ見たい。ん？ダンパめっちゃ見たか。桜みんなで食べたみたいに言うやん。月道ね。月道公演もね。やりたいね。そうで、ひまわり組復活したからね、パジャドラバンバン、多分夏はね、パジャドラたくさん多くなるんじゃないかな。もう夏も中盤にな、中盤か、夏も中盤ですけど。そうだ、ただいま恋愛中公演もやってるやん。ラー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 ね、めっちゃやってますね。見たい公演たくさんあります。だって何の公演が好きですか。私、誰かのために公演やりたいです。バードやりたい。愛は羽を失った、葉月は絶対バード。めっちゃさ、似合わない？めっちゃ似合くない？めっちゃ似合う。バードしてほしいだって。やりたい、バード。あ、博多レジェンド2。高宮さん好き、高宮さん好きです。あ、葉月がね、そうバードいいよね。さやかさんのバードも好きよ。あ、そうなの。リコちゃん、今のところやったことある公演数は HKT 歴代メンバートップだって。ジーナと並んで。そうなの。ユイと並、そうなんだ。ユイも制服の名だって出たことあるもんね。そっか、一緒なんだ。じゃあ、そっか、あれか、井上義政さん公演、神曲縛り公演も出てたもんね。ね、あ、フェスティバル公演、マリカが言ってたよね。ね、マジ研究生武道館のバード見た子さんだって。やば、誰が言ってたそれ。誰が言ってたんだ。さやかさんって秋元さやかさん、山本さやかさん、あ、山本さやかさん、そう。あ、神曲縛り分が多いんだ。そうだそうだそうだ。月見草好き。あ、痛めを知らんねえ、泣かせねえ、いつけねみたいな。よっしゃのやつ違うっけ。ジュンジュンさん、チンスコーって言いそうになった。チンアナゴ。チンスコーって言っちゃいそうになっちゃった。なんか、海の、沖縄の感じが出ちゃって。吉政さん声も懐かしい。確か。一期生さんはパーティーとノーパラしてないしな。確かにね、シャッフルっていうかリバイバルでやった人はいるよね。パーティーとかも。サバガイド。サバカイドウだっけ、ゆいのね。
あつか、すいません二の腕かいちゃって自然に二の腕かいちゃってごめんなさいごめんなさい。そう、私 NMB 劇場行ったことないんですよ。そう、行ってみたいなと思って。 NMB さんめちゃめちゃ好きなんで、そう本当に行ってみたいなと思って、あのあれを、あ、走り人さんに、あ、うん、読もうとしちゃってた。スイカありがとうございます。あ、僕の太陽とか夢は逃げない、夢逃げ公演ね、夢は逃げないの楽曲、夢は死な、うん、なんだっけ、あれひまわり組のロマンスいらねとかあるやつ、ミオがチーム4かなんか兼任してた時にやってたよね。確かに昔だったら兼任の話来そう、リコちゃんだってしたいですね、楽しそう夢を死なせるわけにはいかない。あ、それだそれそれ、公演語る配信になってか、本当だよ、好きすぎて公演が、マジでめっちゃ語れるねこの話は。ミオがねやってたのよね、夢しな公演、そう公演で一番なんとかしたと思うエピソード教えてほしい。なんだろう、やばい、星になってる。ひまわり楽しみだよっていう話からこうなったんだよねパジャマドライブはさ、マジで楽しいわけよ、本当に本当に楽しい、本当に楽しい。あの時期あんなにやってても、なんか全然なんか何年でもできると思ったもんね、本当に。そう、確かにしげちゃん NMB 気になった。もうすぐしげちゃんの誕生日になるんじゃないねえ。ロックだよ人生はあるって、あ、懐かしい。あとあれもない、レッツゲットあと1センチみたいな、やらかしたエピソードね。あ、やらかしたエピソードいっぱいあるよ、いっぱいある。そう、え、歌い忘れたとか、ネネが歌うところだったのに自分の歌割り、私のポジションをネネがやってて自分のとこ歌っちゃってネネと被っちゃったことある、シアターの女神公園であとは普通に鉄のロープ忘れたじゃない、落としちゃった忘れていったか落としちゃったか忘れたのかな。そう、ある、全然ある。森へ行こうも夢しない、あ、そうなんだ、寸劇でやってた。スカート履き忘れはゆかちゃんあれはゆかちゃん、うん、あれはね、バジャタじゃない、シアターだよ、シアター、ロープの友情、そう、ロープの友情で、そう、歌われるバトン、懐かしい、懐かしいよねそれ、なんかみたいなさ、写真あげてた懐かしい、そんなこともあった。あれ西鉄ホールだった気がする、すごいですね。そんな感じで、ただいま恋愛中公演でやってましたけど、ひまわり組でパジャマドライブ始まるのでね、めっちゃ楽しみ。なんか本当にいい公演じゃないですか。しかもなんだっけ、初日の歌詞がやっぱとにかくいいのと、私は初日を歌うたびに、あの研究生公演の1周年公演の時にサプライズで初日を歌ったんですよ。そのチョイスも最高だし、その歌ってる時もめちゃめちゃ青春で、今でもその時の劇場の光景をめちゃめちゃ覚えてる。そう、めっちゃ覚えてるぐらい好き。初日ね、クマさん旅に出てたねクマさん旅に出てたよ、ほんと一人じゃないみんながおるけん、そうよ、 H 一人じゃないみんながおるけん、 K 心一つに T 楽しみながら性格でみんな大好き、ありがとう。なんかさ、昔さ、なんかアスカちゃんがさ、その昔さ、セリって言って上がってたじゃん、だからセリに登ってたのよ、だんだんってなってて、だからもう公演始まる時がもう上に立ってみたいな、よいしょって登ってスタンバイするみたいな、めちゃめちゃ斬新だった。確かにそう、今考えたらそうなんだけど、今回はまあ平場なので、そう、アスカちゃんがなんか変顔してたのよ。アスカちゃんのさ、あの得意な変顔があったんだけど、得意な変顔ってなんだよって感じだっけ得意な変顔あったんだけど、それをなんか やってきたのそのあの返事の時に、そしたら DMM 映っててバッチリ抜かれてて本当にふざけてる
得意な変顔があって、そう唇の変顔があるんですけど、それ DMM に映ってて一時期の待ち受けでした懐かしい。セリが降りなくなったのバチャドラだっけ、あったっけそんなこと。なんかね、イーちゃんがねロマロケでね靴挟んだこともあったよね確か。めっちゃ覚えてる、めっちゃ怒られてたあ、そうだっけ、パジャドラだっけ、あったね。だってセリが動かなくなって、どうやってやったんだろう。なんかそういうこともあったね。なんかさ、異常ベルみたいなの鳴った時もありましたよね。なんかセリが動かなくなって中止あったっけ、あったのかな、私出てたかな、記憶がみんなの方が覚えてるねその顔変顔っていうのやめてもらっていいですか、マロタだってそうだよ、真剣だよ私はいつだって。でしょ、この前公園で行った時でしょ。そう、火災報知器鳴ったよね。そう鳴った、あれ最終ベルだっけ、あれ、あ中止で、あ100発98中出てた気が、あそうなんだ、中止でハルタ泣いてた、あーかわいいえ、マジ？セリが動かなくなって中止になった公園入ってただって。めっちゃだよ、学生の時あったあった、だって。マジ？すごっ、すごい。私いたかな、いたのかな、いたのかもね。あー、トークで繋いでたけど結局中止になった。ベルが鳴ったのは何公園なんだろう火災報知器が鳴るやん、鳴っちゃったんだよね。でも誤作動みたいな感じで輸送良かったんだけど、高校生の時だって。そうなの、セリカ動かなくて中止の時東京から遠征してきた人がかわいそうすぎた。あー確かにかわいそうすぎる、非常ベルが鳴る。でもさ、話題になってるはずだよね、非常ベルが鳴る公園とか言ってさ。何公園だったんだろう。昼でセリが壊れて途中終わって夜中止だっけか、だった。そんなことがあったんだね、そっか、すごいね。トーク20分とかやってた気がするんで、トークでつない、地獄じゃん時が経ちすぎて忘れたな、本当だよね。あら、チンアナがありがとうございます、愛徳さん初見の方、リコピの絵顔が好きかな、自分でいいように受け取って違ったらどうしよう笑い方みたいな、笑い方キモすぎとかだとどうしよう、 NG ワードです。あ、オードリー春日さんが劇場に来た時リコピいたら私いなかった気がする、来たらしいよっていうのがあったね。誕生日おめでとうだって、ありがとう。確かに生誕祭振り返りとか言って、消そう、ちょっと生誕祭振り返り消します。そう、あ、生誕祭の話はでもあれですよね、本当に今回はなんかその両面にこうおめでとうみたいなやつ、おめでティーやみたいなやつをやってくれてて、それもなんかめちゃめちゃライアンのさ模様が描いたりしてさ凝ってたのと、あと冊子も見ました、ちゃんと嬉しかったです。なんかユニフォームの写真がたくさん載ってたかな、本当に。そう、みんながあそここうしたんだよみたいなさやついっぱいあったと思うから、そういう話とかをさしようと思ったんだ。春日さんが HKT 見に来た時のオールナイトニッポン聞いたら、あ、そうなんだ。そう、リストバンド最終ベル公演だったって、セリ故障だって、どうだろうリコピがこんなにも投げ銭読むとは意外だった。あ、そうね、あのあれにしてるんですよ、ギフトとコメント両方表示するやつになってるから、コメント読みながらギフトも読んでるって感じです。そう、チンアナがありがとうございます、
入り口のサイネージどうだった？え、サイネージしてくれたの？入り口？あ昔劇場でリコピー笑顔ありがとうってうちはあげてました。久しぶりになってごめんね、今も大好きだありがとう確かにね、生体に関わったの 1,2 回しかないけど、それを9回も準備してる生体には頭が下がります。本当ですよ、本当に。あ、調べてくれてる。2016年2月20日の最終ベルガナル公演でセリが故障したみたい。やっぱベルだったか。そっか。そう。あと、あれも見ました。なんだっけ？なんだっけ？あれ。あれあれあれ。アンコールの声が入ってるやつ？そう。そう、声が入ってるやつも見ました。ていうか、なんだっけ？リコちゃんの活動みたいな、コント劇でなんとかでみたいなそう、あれも見て、まあ、私が言いたいことがここに詰まってると思って、なんか事務所移籍してみたいなそう、めちゃめちゃ書いてあって、そう見ましたね。え、なんかサイリウムのさ、ペンライトか、ペンライトのね、演出とかもさ、毎回みんながさ、なんかどこで何をしようかとか考えてくれてるんだろうなって思った。このリセット公演も結構長いですけど、なんか全部に工夫がしてあって、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。声入ってたね。そう、声入ってた。そう、なんか声が入ってて、なんかスタッフさんが来て、なんか今日アンコール声入ってるんでみたいな、みんなびっくりしないでねみたいな言っててそう、あ、録音参加してくれたんだ。うん確かにね。カキピー食べてます、ごめんなさい。そうね、夢の鐘の28連コール、そう、なんかその何連コールみたいなのは結構昔からやってくださってて、私の生誕祭っていうとめちゃめちゃコールが大きいで、すごいなんかメンバーにもスタッフさんにもすごい定評があるんですけど声出せないじゃないですか。去年もそうだったんですけど、だからなんか拍手とかがすごいたくさんしてくださったら、みんな手かゆくなって、もう手の血行すっごい良くなっちゃったんじゃないかと思うくらい拍手でやってくださって、本当にでも言われましたね、拍手のなんか音が大きいねみたいな言ってもらった時は、なんかあー、なんかみんな頑張ってくれてるなと思ってあ、そう、手拍子もすごかったよって、そうそう、嬉しかったです、めちゃめちゃ。なんかそういうなんか凝ってるというか、なんかすごいおしゃべり会とかで生誕祭楽しみだねみたいなめっちゃみんな言ってくれてあ、めっちゃ手赤くなったって28連公演の前にイーゾの駐車場でめっちゃ練習したらって青春じゃん、文化祭みたいな。嬉しいです、ありがとう、うん、MC の手拍子ねみんなノリノリでやってましたね、タモリさんのお、やばい、もうすぐ終わろうかな。いや、どうせなら、はあ、ててにツイッター見ちゃった、あっという間だって。こんな時間、そう、あら、もうこんな時間、うわ、こんな時間だって、みんな喋りすぎちゃうんですよね、本当に。うーん、すいませんね。なんかそう、明日は煞服土曜日、土曜日はさ、あれだね、阿蘇のイベントがあるのか、私は出ないんですけど、天候また大丈夫なのかな、なんか明日もやろうかな。確かに煞服終わって、明日か明後日、土曜日は余裕があるんで、やりたいですね。どっかのタイミングでできたらいいなと思います
ちょっと1時間ちょっとぐらい、明日か明後日かフェス HKT 雨多いや。確かに配信ないんだね、悲しいね。社服楽しみだった。明日社服です。社服配信でも見れますよ。うん、来てください。ぜひ。社服は吉本の芸人さんと一緒にやるイベントなんですけど、昔あるあるワイワイっていう、あるあるワイワイテレビっていうのをやってて、なんか本当にお仕事初めてみたいな、初めてのお仕事が多分そのあるあるワイワイテレビのことが本当にいっぱいいて、それもなんかお客さんの前で芸人さんと一緒に絡むみたいな。そう、夏祭り配信今週です。楽しみ。明日は朝ですね、花ちゃんが出ます。あ、そっか、頑張れ、うん、はぁ、絶対歌えないって言ってた今奇妙思うで、うん、頑張りますよねって頑張りますよねって言ってたのに二人とも号泣他みんなも確かに芸人さんとの絡み多かったね。確かに芸人さんと絡むことでよりなんか自分のなんか起点を聞かすっていうことを学んだのが芸人さんとやるのがなんかすごくいい、よく作用するので、起点を聞かすことができる、どういう風に対応するかみたいな。そうそうそう、だから社服楽しみですね。そう、りさきちゃんがさ出れる予定だったんですけど、りさきちゃんがね、あの公式で発表されてるんですけど、コロナにかかっちゃったみたいなので、ねえ、大丈夫かな、元気かね。そう、LINE してみようかな。なんかすごい楽しみですねって言ってて、緊張しますって言ってたから、一緒に出な、ああ、一緒に出な、ああ、ねえ、残念だね。ねえ、悲しいよね。そう、だけど、まあ明日は、あかりが代わりに出るので、ねえ、また出てほしいです。丸いもののモノマネを芸人さんの前でやってほしい。そうですね、サマーステありますね。うん、本当にサマステのセトリ送られてきたんですけど、やばいです。もう激エモセトリ、激エモセトリだよ。もうみんなもう泣き崩れるんじゃないかっていう激エモセトリですこんなんやったらあれだけどね、楽しみにしててください。あと夏のねフェスっていうのですごい楽しみなので、ぜひ明日か明後日ももしショールームできたらやります。激エモセトリ、そう、やばいよ、やばい、めちゃめちゃ楽しみ配信あるのかな、どうなんだろう。行きたい、だって用事あって行けないだな。あ、そばかすのキスからどうだろうサマステ行けないか、配信で見るよ。だっておお、 AKB さんもサマステ、そうだよね。そう、うん、コロナがね増えてますよね、めちゃめちゃ。コロナにかからないように、本当にサマステ初めて知った、サマステありますよ。8月14日です。しかも8月13は大人なテレビの放送があるので、福岡の方見てくださいで14日にサマステ行きます、六本木ヒルズ。ということでランキング読んでいきましょう。壇上の方をお呼びしたいと思います。13位ヒルケンさん、ありがとう。12位ジュンジュンさん、ありがとうすいません、むせちゃった、ごめんなさい。11位ベッキーワイさん、ありがとうございます。10位テンポイントジュニアさん、ありがとうございます。9位ジュンさん、ありがとうございます。8位橋口さん、ありがとうございます。7位朝ごはんさん、ありがとうございます。6位小じいさん、ありがとうございます。5位レリアさん、ありがとうございます。4位ケイボーさん、ありがとうございます。3位ヨシフミサンバイさん、そして2位がサイサイスミラバのシガシンさん、ありがとうございます。そして1位がタツーさんです、ありがとうございます。では仕掛け MVP も行ってみましょう。いきますよ、いいですか、いきます。はいはいはい、えい、あ、待って、あー、バグったバグった、じゃん、ハルベさん、ハルベさん、ハルベさんです、ありがとうございます。ということで皆さん、わ、なんかガクガクしてきた。皆さんおやすみなさい、ありがとうございました、バイバーイ。急に大丈夫かな、終わるけど、ありがとうございます、おやすみ、バイバイ。
コメントを読んでから、コメントじゃない、見てから、ありがとう、バイバイ。これ明日と明後日やってもこの誕生日仕様なのかな、なんか気まずい、なんかおめでとうのカツアゲみたいになっちゃいますよね、すいません、ありがとうございます、たくさんおめでとう。バイバイ、またねー。